ママ、もういいよ。迷惑かけた。織田さん。キリュウ、すまねえ兄弟。俺はまるでお前の力になってやれなかった。いや、そらこっちのセリフだ。結局お前のことまで巻き込んじまった。悪い。おい、お前これからどうする気だ。さっきの青野ってやつにうちの社長を渡せって言われたんだろ。さっきおめえが下で暴れてる間、阿波野の兄貴がそう言ってたんだ。これから堂島組が組を挙げて立花の社長を探すことになるってな。ああ、俺からもお前を説得しろって言われて、立花を渡すことがお前が死なずに済む唯一の道だと。よう、社長は今お前の濡れ衣を晴らすために町中の情報を集めてんだ。その社長の首を堂島組に差し出すのか。あんた黙ってろ。なんだと。断りゃ立花の代わりに気流が的にされる。組織ぐるみで追われりゃいくら何でも生き残れねえ。だったらうちの社長が殺されることは構わねえのか。てめえらがキリを巻き込んだんだろうが。よせ、相手は怪我人だ、錦。それにいずれ堂島組を敵に回すのは俺も承知の上だった。思っているそのタイミングが早かっただけだ。堂島組相手に正面切って喧嘩売るつもりか。それは確か。もともと立花社長は堂島組と正面から勝ち合う前に、例の堂島組にとってあの土地は、それをうまく使えばうちも神室町の一角を担う組織になれる。堂島、ただ阿波野の兄貴を甘く見すぎだ。あの人、とにかく社長と話してみる。ママ、電話貸してくれ。全員が助かる道だってあるはずだ。うちが空の一つもの所有者を抑えるや、堂島組と取引できだといいがよ。社長、織田です。ええ、それでどう。内側からの社長は今すぐ身を隠してください。俺はもう。な、おい、ちょっと待て。いいんだ錦。でもよ。これでもう。くそ、悪く思う。騒がせたな、ママ。こ、うちの心配なんて。おい待て、キリュウ。おめえどうする気なんだよ。今さらジタバタしても始まんねえ。もともと組を抜けた時は一人でやるつもりだった。まずはクゼを捕まえて俺の濡れ衣を晴らす。振り出しに戻ったな。バカ野郎、この状況でそんなこと。それでも
どうもお疲れ様です。おい。ああ。何？おい。何？
うまくいったな。いかがでショータイム、司会のドルチェカミアです。ドルチェカミアのおはがきドルチェ。今回のお便りは、いやいや、コングラチュレーション。何？あ、何？え？いや。ジャリンカガンガン稼ぐぞ。ジャリンジャリン。
様、ご機嫌いかが。ドルチェ神谷のおはがき、ドルチェジャッジメントカズカズさん。よっしゃ、読まれたぜ。ご機嫌イドルチェ神谷のおはがジャッジメントカズカズさ。ご機嫌いかがでショータイム、司会のドルチェ神谷です。ドルチェ神谷のおはがきジャッジメントカズカズさ。Congratulations!
やいや。皆様、ご機嫌いかがだ。はい、司会のドルチェ・カミアです。コングラチュレーション。はい、See you next time. よっしゃ、読まれたぜ。ジャリンジャリンガンガンか。ランカット、いい店になったな。ランクアップだ。
て。何？おい。何？
おい。ええ。